ああ FEC チューンド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 。はいどうも、はいどうも、デコ帰りです。ボコリョットです。デコボコトラベリングです。お願いします。はい、今日の漫才のテーマが、はい、漫画ということで漫才の方していこうと思います。なるほど。カイリー、どうしたりょうと。漫画ではさ、はいはい、いろんな名言があるさ。はい、確かにね、いろんな名言ございますよ。そう、諦めたらそこで試合終了ですよって。はいはいはい、ね、まあ、ですよっていうか、諦めたらそこで試合終了っていうね。そうそう、漫才さんのスター、ね、あのどうしたスラムダンクね、うん、はいはい、そうそうそう、あるさ名言。りょうとも名言あるか、ちょっと今日読ませていただいてもよろしいですか。りょうとも最近ハマってるやつと、うん、ああいうじゃあちょっと読もうね。はいはいはい、わかるかなこれ。先生、ここはダメだっていいよ、プールだから見えないじゃない。だから先生ダメだってって感じですね。それエロ漫画だろや、うん、えしかもちょっと安い同人誌の、エロ同人誌のやつ。やめろやめろやめろ、書いてるんだからちゃんと。ちょっと本当に数百円で買えそうな。俺これで毎日やってるからさ。やめろやめろ、ちょっと 生々しいわ。帰り、わかった、あのさ漫画だったらさ、みんなわかるって言ったらドラえもんよ。あー、ドラえもんね、もう全国共通で皆さん知ってると思いますけども。なんかさ、りょうとドラえもんやりたいなって思ったわけ。いいよ、俺もドラえもんの世界入りたいなと思ったもん。じゃあ帰り、のび太くんやって。あー、やるやる。うん、お願いします。ドラえもん、どうしたんだい。違う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 、リョト、そんな感じじゃない。ドラえもんそんな感じじゃないから。そうそうね、なんかちょっとドラえもんのび太に釣られてるよ、ね、ごめんなさい。じゃあもうほんとになんか淡々と喋るわけ、うん、どうしたんだいのび太くんみたいな。なるほどね、そんな感じでいこう。もう一回言って。ドラえもん、どうしたんだいのび太くん。また覚醒剤か。違うよ、 300g 渡したら、うん、違う違う違う、またか。そんな感じじゃないから。じゃあ最近だって清原、いやジャイアンが言ってたじゃない。違うよ、清原とジャイアンイコールじゃないから。野球やってるじゃん。野球やってるけど違うよ。あ、違うね、やってないから。そんな、そっか、やってないからね、うん、こういうのじゃないから、もうちゃんとやって。本当にわかった、うん、ドラえもん、どうしたんだいのび太くん。ジャイアンがいじめるんだ。そんなことよりさ、うん、地球が今大変になってるんだ。お前が大変してるよ。木が伐採されてさ、どん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 森がなくなってってる、うん、どう思う。俺、お前どう思ってるの今。ぜひさ、うん、赤い羽共同募金に寄付してもらいたいなって。何が赤い羽共同募金に、ドラえもんのパッケージ使われてるよお前。えへへへへ、著作権で金取ってるだろ。やめろ、やめろやめろやめろ、これまで言ってないよ両党は。この金の亡者が。やめろやめろやめろ、この金の亡者がって言ったらお前議論案にお前全部広がってるから、お前やめろやめろやめろ。道具で金出せ。やめろやめろ、あ、道具で金出せ、うん、やめろやめろやめろ、一番ダメ一番ダメ。はい、ちゃんとやってください。こっちこそ言いたよ、ちゃんとやって。わかりました、やりますよ。ドラえもん、どうしたんだいのび太くん。どっか遠くに行きたいんだ。しょうがないな、トゥルルルトゥルー、どこでもドア。わー、やった、ありがとうドラえもん。さあ、サハラ砂漠ね。サハラ砂漠、オッケー、サハラ砂漠行こうね。うん、そうなんだ。開けるよ、ガチャ、うん、やめてよ先生、だからガチャ間違った。いや、さっきの漫画やし。ごめんよ、間違ったよ。安い同人誌や、もうお前も同人誌書いて死ね。どうもありがとうございました。最悪。デコボコトラベリングのビッグスモール、さあ始まりました。デコボコトラベリングのビッグスモール、僕らデコボコトラベリングの帰りとヨットでお送りしていまーす。はい、今日も行きましょうか。行きましょう、いつもの。さあ、バイトや学校、お仕事、皆さん今日もお疲れ様です。ぜひぜひで、ね、1時間生放送でお送りしていますので聞いてください。よろしくお願いします。いやね、初っ端から飛ばしすぎましたけど、ちょっと。そうですよ。本当になんで同人誌なんですか。いや、なんで同人誌じゃ、お前が言ったそのエロ漫画がだいぶ安い同人誌に見えるからで。そっか、うん、ちょっとよく見るけどね、リョウトは。ダメですか。ダメとは言ってないよ。ダメとは言ってないけど、ぜひ見てください、みんなも。内容的にちょっとなんか、うん、安そうだなって思って。
ただけで。確かによくあるよ、うん、中ちゃん見てるのよく見るよ。言うな言うな。はい、中ちゃんのこと出さんでいいよ。はい、ということでやってまいりましたよ。はいはいはい、やってまいりましたよ。あのですね、はい、いきなりなんですけど、はい、昨日僕 KY デンジャラスのデンジャラスナイトに出たんですよ。あー、デンジャラスナイト出たんだ。火曜日のね。はいはいはい。で、あの一昨日ですね、カイリーと、あ、僕たちシェアハウスしていまして、はいはいはい、カイリーとKY デンジャラスコータと後輩のヘンザンとね、うん、はいはいはい、寝てたらしいんですよ。で、はい、でね、カイリーが起きたんだよね、はい、起きて、うん、コータがもう起きてて、うん、起きて布団から出ようとしたらバキッて音が鳴ったらしい。あ、はい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 、カイリーが今日持ってきてるんですけどイヤホンを壊したっていう。イヤホンっていうかヘッドホンね。ヘッドホンをね完璧に壊して真っ二つに割っちゃったんだよ。ヘンザンの隣にこれ置かれてたんだよね。そう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 。で、コーターにカイリーが、ヘンザンまだ寝てるよ、ヘンザン、ヘンザンのイヤホン壊してしまった、ちょっとコーター黙っといてもらっていいって言ったらしいんだけどね。はい、ちょっと。で、コーターが、お、うーんってコーターが言ったんだよね。はいはい、はい、カイリー、なんですけど、このね、はいはい、あるじゃないですか、イヤホン。はい、コータのです。コータのなの？コータのです、これ。嘘。だからカイリーは、うん、犯人さ、俺じゃあ壊したものの張本人に、うんうん、内緒ね、自分で内緒ねって言っちゃった、うんうん、あ、そうなんだ。そうなんですよ。あ、じゃあもうイサじゃん。イサじゃないよバカタレ。よくないよ。もうイサじゃん。お前これ6000円するんだぞお前。あ、でもこんな何も言わないから、うん、イサもお前だってさ、うん、カイリー、お、カイリーちょっと天然さだから、うん、天然じゃないよ。天然だよ。だってヘンザンの壊してしまったって言って、うん、コータちょっとね怖かったんだろうね、うん、俺だよっていうのもかわいそうだなと思って、あ、で、あ、マジかって言ったら、はいはい、内緒にしといてって言われたら、もう言えないでしょコータ絶対言えないでしょ。あ、確かにね。ね、うん、確かにそうだ。でコータいろんな方法でガムテープで直したんだけど、うん、ちょっとラジオじゃ伝わらないと思うんですけど、ツイキャスの方ね、もうこうね、こうなんて言えばいいんでしょう、包み込んでないんですよ耳を。完全にハートマーク型になってて、イヤホンが飾りです、はい、これ、はいはいはい、ただの飾りです。コータがうわマジか。申し訳ない申し訳ない本当に。でもさ、うん、それも帰り悪いけど、まあまあ確かに、ね、まあ用途が一つ言いたいのは、うん、はいはいはい、変山。ああ、変山、これ変山が借りてたんです、もともと。はいはいはい、ね、うん、変山亮とか後輩のね借りてますね。であいつ多分半投げしてたんだはずよ。あ、そうだから、あいつが寝てる真横に置いてあって、うん、で電気も消してるから見えないさ。見えないよ、俺暗くて見えなかっただから普通にただ起きて、うん、水飲もうと思って出ようと思ったら、うん、なんか踏んじゃってバキッてね、うん、で見たらそのヘッドホンが壊れててみたいな。ね、それでちょっと一応俺がヘンザンに言いたいことがあるのが、はいはい、ヘンザンってもう本当にいびきがうるさいんですよ。あ、本当にね、めっちゃヘンザンうるさいよって言っても、うん、あれ、あ、すいませんってやるから、あれ本当に本当にマジでやるんですよ。本当にそう。でヘンザン最近俺がしょっちゅう変山って言ってももう起きなくなってるんですよ。なんか体勢がついたのか分からんけど、そうそうそう、起きないんだよなマジで。それであいつヘッドホンしてみ、もう分からんよ。確かに、うん、それで変山寝てたから、変山多分自分でやかましくなったんじゃん、もう、うん、寝ててね、はいはい、うるさいって思って、うん、投げ捨てたんでしょうね、うん、確かに。俺いつも携帯止めてるよマジで、うん、あいついつもこううるさいってパーってイヤホンを投げ飛ばしたら、うん、ザーワーワーザーワーワーザーワーワー、ね、結構音大きく流れてるからね、うん、そう。あ、逆に本当にいびきとだからザワーはコラボしたことあったけど、ヘンザンの、うん、もうやばい、本当にやばい、確かに謝れって思った。松川りみに謝れって思った。本当に最悪だった、うん、本当に。しかもさ、その時あったのが、うん、どこにあったと思う？頭の横とかならわかるさ。あ、よくね、もうこううるさいからって上にポンって置く感じね、うんうん、どこにあったと思う？どこね？あいつの足の横だから。え、わからんわからんわからん。俺が起きて一歩目踏み出した足の元にあったから、うん、あいつ俺に足向けて寝てるから、あいつの足元にあるわけよ、だから確実に。あ、もう最悪ですね、うん、これね。しかも扉のところに剣山寝てるから。そう、あいつだっていいよってよ、帰り、うん、扉のところでは、うん、俺寝ませんって言って、俺も扉のところで川の字で寝てるから、うん、よっと先輩、
扉のところに寝たらダメですよつって、はいはい、足を扉のところに向けてくださいってあいつわじってたのに、うん、一昨日普通に寝てたから、うん、普通に寝てたわ、うん、普通に俺に足向けて寝てたわ、あもう変じゃんなと思って絶対なんかあるやつだって思ったら、うん、それでですねあと一つあのでコーターが、まあ、変座も悪いよってはいはい言ったんですね、うん、前あの変座もその時にこのね、うん、実はもう変座も悪いはずよって言って、うん、そして変座お前も悪いんだよって変座に言ったらしくて、うん、そしたら変座がだったら眠るところないじゃないですかって言ってあのどういう言い訳よ変座可愛いなって思っただから今日もあのさすがだな変座変座を、うん、もう2人弁償してください、はい、ぜひあの、まあ、それはね俺はもうしょうがないから別に弁償する予定だったしもともと面白いですねあのその前に俺も変座に言いたいんだけど、はい、あの俺の Bluetooth のイヤホンも返してほしい、それ初めてよそれ初めてじゃああのねだいぶ前に俺あいつに Bluetooth のイヤホン貸したわけよ、うんうん、まさかのこれ使ってないですかみたいななるほどね。で、うん、なんか俺の寝床に置いてあった俺がいつも使ってるイヤホンをなぜか、うん、コリさんこれ使ってないですかって言い始めて、うん、俺一応使ってたんだけど、うん、あなんかヘンさんがイヤホンなくて困ってるんだなと思って、うん、あ、いいよじゃあ俺使ってないからあのまた後から使うようになったら他のできたら返してねって、あーなるほどね、貸したわけ、うん、であいつ気づいたらコータのヘッドホンしてるさ、あこれなくした俺のイヤホン返ってこないさ、あーこれやばいですね。しかも俺の Bluetooth のイヤホンも3000円ぐらいしてるやつだけど結構高いもんね、うん、Bluetooth ってね。Bluetooth ってだけでもう値段だいぶ高くて、そうだよそうだよ。で普通だったらさもう本当に Bluetooth って6000、7000ぐらいしないと、うんうんうん、まともな音が聞こえないから、そう聞こえないよ。一応結構妥協して3500円ぐらいの買ったわけさ、うん、買ったんだ。でそれをヘンさんに貸してたんだけど、うん、返ってこないわけよあ絶対なくしてるあれ、うん、で3500ぐらいのやつだから、うん、あのそれ考えたら俺もそれ弁償しなくていいから、うん、あのそのヘッドフォン代をコータに払ってくれたらちょうどいいかなって一応思ってるんだけどそれ頭いいね帰りねちょうどそしたら割り勘にならないね、俺の3000のイヤホン代償にまあね、あの弁償しなくてもいいし、これってさ線はないんでしょ。あそうそうそう、だからもう本当にこのね線なしであの Bluetooth このね、うん、電波だけであれ潰したやんに指で、あれもう変算だりそう、それぐらいのあれじゃないもう、うん剣山どうなんでしょうね、今日もこの真相も後から聞きたいですね。真相もね確かに確かめたいところではありますよ。はい、ということでもう剣山あいつはもうすごい本当に、あいつは本当にすごいですよ、なんか本当に末っ子、うん、あーまあいいところはありますからね剣山も、まあ、ねえもうしょうがないっちゃしょうがないけどねこれ も、うん、あの弟ですから僕の、うん、じゃあ弟ね、お兄ちゃんとして責任取ってもらって、うんはい体で払えばいいってことですか違うよ、え違うよ、体で払えっていうことじゃん。あそう、逆に俺たちが迷惑だ。 そっかダメダメか、うん、いいかなと思ったんじゃないけどねよくないわそうですかそういうことじゃないから、うん、ええコータって言ってたよ、誰にコータ、帰り誰に金髪元気乗りよ、そこまで言ってないよ、まあのですね昨日デンジャラスナイツでさ、はいはい、あの帰りにも聞きたい、あのデンジャラスナイトの時によく聞く質問なしになるけど、うんはいはいはい、もし帰りじゃない、もしコーターと中地が溺れてました、うん、はいはいはい、そしたらどっちを助けますかっていう問題を昨日俺やられたわけ、はいはいはい、で俺はまあまあまだまだ言わないわ、あ言わない、帰りはどっちだと思う、うん、俺、うん、あー KY デンジャラスのコーター中地ね、どっちだろう、待ってよ難しいな、究極の選択ですよこれ、確かに、うん、確かに究極だ、昨日も俺言われてから、はいはい、俺はもうすぐパッて言えた、あーはい、でも一応俺は多分、うん、コータコータが溺れると思う、うん、コータを助ける、コータと、うん、あー同じだ弱いじゃない弱いじゃないけど、うん、なんか理由とかある、あーなんか中地は溺れても大丈夫そう、大丈夫だそういうことわかんないけど、なんかてか泳げそうだし、あーなるほどね、うん、あの実はさ、うん、昨日俺あのなんでコーター助けるのって中地が言いよったから、はいはい、中地さ、うん、いつもヘッシェアハウス帰ってくるとき、はい、帰りがおかえりって言ったら、うん、あーおかえりあ、ただいまっていうのに、うん、俺の時、うん、あ、中地おかえりって言ったら、うん、やばーって言ったわよそしたら、中地が、あの、本当にあいつしけてはい、はい、今日俺一人でパソコン編集してたら、うん、あいつドアバーンって開けて、うん、
ただいまーって言われて、でっかい声で。あいつ、中地が。はいはい、もう逆に、あの、中地に言ったら、お前溺れた方がいいよ。やっぱどっちもダメなんだはず、中地。確かにね。そうそうそう、うん。っていう、あの、僕の話です。そういうことね。はいはい。まあ、でもなんだろう、なんか俺は、うん、中地は、なぜか生きてそう。なんか、なんか、うん、中地、一旦、あの、砂浜に着陸したら、あの、なんか全部砂とか全部入って飲み込んだものを息しそうだよね。いつでも戻ってきそう。そう、なんかいつでも戻ってきそうなんだよね。ドゥドゥンドゥドゥン。あと急にターミネーター。あの中地さ、うん、中地に最近、うん、あのコブダイって言ったら怒るよ。あのすごくは中地にコブダイって言ったら怒るよ。はい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 。だからあの帰りにおすすめなのはだからあのコブダイの画像をいっぱい保存してもらって、はいはい、中地のラインに一気に貼ってください。あ、いいねそれ。中地様にしょうもないのを俺に送るので、うん、俺にも送るよ。変顔とかね、うん、来たらじゃあコブダイ送れば、うん、そうそうそう、うん、それをおすすめしてください。ああ、頭いいそれ、はい、うん、一気にあの通知がなくなると思いますのでぜひおすすめですっていう。あのオッケーオッケー。全然もうみんなに得しない情報なんですけども。そうですね、はい、っていう感じです。あのツイッターで中地 KY デンジャラスってアカウントに、はい、あのコブダイの写真でタグ付けしてやったらいいと思う、はい、あのツッコミ来ますと思うので、はい、あのぜひぜひ。絶対返信来るんでね、そしたら、はい、よろしくお願いします。どうぞ皆さんやってみて、はい、もう中地から返信来たいっていう人はやってみてください。うん、お願いします。中地なかなか返事とかいいねやらない人。ああ、確かにね、うん、もらえるかもしれませんよ、ぜひ、うん、ぜひね、はい、もしねちょ気になる方はやってみてください。よろしくお願いします。そしてね、はいはい、俺ちょっとやっ大学、あ今高校多分今週ぐらい、うん、終わったら、うん、あれだよね、多分夏休みとか。ああ、そうですね、うん、サマーバーケーションですね。サマーバーケーションです。発音がおかしい、イントネーションがあのネイティブすぎて俺には伝わらなかった今。あ、やっぱちょっと外国人出身だからかな。外国人は出身って言わない。出身、あ、そっか、外国出身とは言うけど、そうそうそう、外国人出身とは言わない。あ、違うか。もう人の中でお前なんか育ったみたいな。そうです。違うだろ。あのね、それで何ですか。で俺たち大学がね、うん、この8月の2週目ぐらいからだ、はいはいはい、夏休みが、うん、だからちょうど今テストレポート提出期間で重なってて、はいはいはい、死にそうだ今日。またレポートなの。じゃあレポートはもう月1で必ずある。大変だね、うん、で今それに加えて、うん、他の教科のテスト、他の教科のレポートで他の教科の提出物で、うん、もうあの正直言って、はい、俺今日から寝れないわけよ。帰り計算してみたら、帰り何、周りを見渡してごらん。何や、亮と中地浩太いるじゃないか。全員使えんやし。え。いいよ、かけたらいいんだよ帰り。いや、よくないよ、評価も関わるだろお前。いいよいいよ、かけたとしても、うん、出来上がってなかったら、うん、もう意味ないばよ。使える3人だと思ったんだけど、三重師だと思ったんだけどな。クソ三重師だよ。やめろやめろやめろ、この世で一番クソだよ。お前らが持ってるの剣じゃなく剣じゃなくてうまい棒だろ。チトセアメとかがおすすめではありますけどね。おすすめとか知らんよ。もうこれあれまた眠る。最近もだったんじゃない帰り。まあまあちょうどね、何週間か前かな。もうあの俺たちが忙しくてネタとかも作ったりいろいろやってる時に帰りがあのレポート重なって、そう、SB でね、ちょうど目にクマできるほどもう帰りずっと起きてて、起きてたりあのパソコンしてる時に俺とコウタは一生懸命チキンを食ってたりと、うん、だからよ、あの本当に申し訳ございません。本当に殺そうかなと思ったけど、この時は大声でカラオケ歌ってみたりもいろいろやってますけど、本当にもうあのねパソコンの角で頭コンってやろうかなって思ったけど。一応あのなんかそうですね、申し訳ございません。そんなして言われたら憎めないだろう、ね、言いようがないですよ。違うよ、だからもうね、うん、本当に今大変だわけよ、またそう。へー、これ一番大変な教科って何なの帰り。いやもう今は本当にゼミが大変。ゼミですか。違う、じゃあゼミ、ミーミーじゃなくてゼミですか。ゼミ、ゼミって何ね。なんかクラスみたいなもんで、この心理の、その専攻で5クラスぐらいに分かれてて、うん、めっちゃ楽しそうじゃん。でそのクラスでまた今実験やってデータまとめてレポート書いてみたいな感じだけど。いいなあ、こんなして青春してから。青春でもなんでもないよ。嘘、今すぐやめたいよ俺。
そうね、え、やめない方がいいよ絶対に。いや分かってるよそれも、だってやめたらね、あの金川幸太とか、うん、中地雄一郎とか、うん、日賀亮太みたいなやつと同じ風に。いや30時だ40時になるよおすすめだよ、募集中だよ。おすすめじゃないよお前ね、金川幸太は全然募集中してますので、ぜひ入りたい方はやめろやめろ DM で、そしたらお前どっか学校やめてから入ることになるから危ないな、やっぱやめてください皆さん、ちょっとやってくださいね。ねえ、もうまあでもね、それをやっぱり乗り越えないとね、うん。夏休みはいつなのか。夏休み8月の2週目ぐらいだった。ああ、そっか、遅いんだ、うん、逆に言うと。そう、でもまたそこからね、集中攻撃があったりとかして。集中攻撃ですね。集中攻撃って何？あ、攻撃って言うのか。攻撃。あ、攻撃かーい。あの、もう、なんか、本当に申し訳ございませんね、本当に何回も言う。どういうこと？何を謝ってるの？なんか楽しい、楽しい毎日を過ごして、すいません。まあまあ、でもね、俺はこれが糧になると思ってるんで。僕たちは毎日が夏休みだと思ってるので。はい、それはそれででもね、はい、楽しいし。エブリデイです。エブリデイ。毎日。毎日ですよ、本当に。まあ、それはそれでいいんじゃないですかね。でも、あの、いいのが、本当に、羨ましいのが、はいはい、いっぱい夏休みも冬休みもあるさ。冬休みはないけどね。え、冬休み、あ、春休み、春休み、ね、春休みもあるさ、うん、いいんじゃない。まあまあいいっちゃいいけど、でもなんだろうな、まあね、そこに入るまでの期間がきついわけだから。ああ、そっか、そういうことか、うん、特に2年生忙しいから。一番、へえ、2年生が、3年生4年生ぐらいが忙しいのかな。いや、4年生が一番暇だよ。あ、そうなんだ。4年生だって学校週に1回出てこればいいぐらいだもん。え、何それ、もう就職授業1個しかぐらいない。え、そうなんだ。あとは就職卒論みたいな。へえ、だから4年生が一番楽で、いい、3年生が一応まあ、うん、まだ2年生よりは、まあ、心理は楽。他の学科は分からないけど、死にいいな。まあでもあれでは週4とか5ではやっぱ学校には出ないといけないし。あー、でも大変ですね。課題の面とかで考えたらまだ寝れるようにはなるらしい。あー、でも本当に2年生寝れないって言ってた理由が今俺本当にひしひしと改めてね痛感してる。そうですね、もう本当にあのめちゃくちゃきつい。いつでもあの応援してますのでぜひぜひ応援メッセージを欲しい方はあのぜひぜひ募集中しております。よろしくお願いします。はい、もう応援メッセージね、皆さんじゃんじゃん送ってもらって、はい、それが力になるんで。はい、よろしくお願いします。ゆりかちゃんはもう今日で終わったって。あ、明日から休みか。そうか、いいな。じゃあ俺の課題手伝いに来て。無理です無理なんだ。リョートの課題で必死ですよね。リョートの課題やってるんだ、うん、リョートあの宿題皆さんに出してるのでそうだったんだ。ぜひぜひ通ってください。じゃあそれ頑張ってください。はい、よろしくお願いしますはい、じゃあね、いろいろ喋ってきましたので、はい、そろそろ CM の方行きましょうか。行きましょうね。はい、それでは一旦 CM でーす。どうぞ。高校に行ったんだけど、ああ、だからね、LINE で、LINE で、Twitter で、あのよ、三里高校の、うん、この生徒たち、はい、めっちゃ面白い。そうなんだ。あの、俺たち、あの自分たち今フレッシュお笑い選手権大会っていうね、うんうんうん、あの事務所のアマチュアの大会があって、はい、それで宣伝でいろんな高校を回らせてもらってるんですよ、はいはいはい、で、高校で行った時にもんでね、生徒たちがいっぱいバーって来るじゃないですか。その時にあの、すいません、誰か面白い方いますかって言って、うん、誰かが LINE とかで呼んでくれて、門の方に来て、一緒に写すってことが多いわけ。あー、確かにね。でも、なんと三里高校はですね、はいはい、あのフレッシュお笑い選手権大会のこの公式ホームページからですね、はい、あのメール来て、僕たちのところ、あ、また今度後から喋りましょうね5秒前すいません。お前でっかいな、お前ちっさいな、デコボコトラベリングのビッグスモール。はい、はい、CM 明けました。デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしております。お送りしますよ。はい、はい、じゃあね、いろいろ喋ってきたんで、そうですよ、コーナーの方行きましょうか。行きましょう。それではコーナー行きましょう。はい、 YouTuber への道、ヤッホー。はい、僕たちは YouTube で時々動画を配信しています。その企画を考えたり、どうしたら一流の YouTuber になれるか研究していくコーナーです。はーい、はい、今日も始まりましたよ。テンション高いっすね。
あのですね、僕たち YouTube のチャンネルを持ってまして、はい、持ってまして、 KY チャンネルとサブ KY チャンネルっていうのを持ってます。はい、やってますね。で、おバカなことをですね、やってるんですけど、はいはいはい、毎日投稿をサブ KY チャンネルで行っていまして、はい、毎週週に1回ですね、はいはい、あのメインチャンネルでまたバカな動画を出してるんですよ。そうなんですよね。その中でやっぱり企画をいろんな案を出さないといけないっていうことで、はいはいはい、今日もりょうと考えてきたので発表していいですか。わ、お願いします。さあ、行きましょう。行きましょう。罰ゲームです。簡単にそのままだな。罰ゲームです。急に罰ゲームすんの、どういうこと。あのですね、まあ、うん、もう分かる通りですね、はいはい、これ絶対に罰ゲームをあのこの KY チャンネルメンバーで受けないといけないって試練があるんですね。絶対やらないといけないってこと。絶対に。これは引いてもらうんですよ、はいはい、くじで。あ、もう一発目から罰があるって、もうなんか嫌だな。でもこの罰ゲームが思った以上に過酷、うん、はい、過酷なんだ。過酷、楽とかじゃん、過酷なんだ、うん、え、あのこれよくいろんな YouTuber さんもやってるんですけど、よと面白すぎて俺たちもやりたいなって思って。はいはい。だから今日ちょっとね、罰ゲームを、はいはいはい、聞いてほしいです。ああ、じゃあ聞きましょう一旦。あの、何でも一応くじか迷ったんだけど、それか、うん、あのいろんなクイズとかやったりとかもあったんですけど、思った以上に罰ゲームが面白すぎるので、はいはい、今日はね、いろんな罰ゲームをちょっと紹介していきたいと思います。ああ、じゃあお願いします。じゃあ早速の罰ゲームいきたいと思います。早速の罰ゲームいきたいと思います、はい、日本語自体がもうおかしいけど。じゃあこれ、この罰ゲームから。じゃあ、はい、カイリが引いた気持ちになってね、罰ゲーム、はいはいはい、動物を散歩してる人に可愛いですね、触っていいですかと聞いて飼い主の方を撫でる、はい、地獄じゃ、終わってる終わってる終わってる。じゃあじゃあじゃあ、髪の毛がない人の、え、地獄とかじゃないよ、おい。面白いんじゃないこれ。じゃあじゃあ、めちゃくちゃ違う違う、これは違う。ぜひね、あのうちの芸人さんの金城さんにやってもらいたいな。これは違う。え、これは違う。これは面白いんじゃないですか。ダメか、イカれてる、イカれてるか、さすがに。これダメか。あのよ、うん、他人にも迷惑かかるしよ、自分にも迷惑かかるからいいことない。ダメか。だから罰ゲームなんだろうけどさ。じゃあ、まあ、分かった、もっと簡単な、もっとかちょっと難易度下げよう。ちょっと次いきます。はい、シャッシャッって言っちゃう。次いきます。100円ショップでこれ何円ですかと聞き、毎回、え、これも100円、え、これも100円と驚き続けるハイテンションゲーム。難易度上がってる。面白いじゃないこれも。こ、違う、面白いんだけど、面白いんだけど、うん、あのなんだろう、うん、あのあれなんだよな。あれ、そのヨットさん思ったのが、 KY チャンネルであんま帰り罰ゲームやらないから、うん、あ、罰ゲームぜひぜひやろう、うん、絶対嫌だ。ダメですか、うん、あ、じゃあもう他のものいきます。いっぱいありますから今日は。怖いわもう。じゃあ次いきます。はいはい。電車で、あ、電車、じゃあモノレールでね、モノレールで、モノレールで、はい、痴漢されましたとペアルックの友達を指差し、友達と、なんで、月、え、友達と、友達と小付き合いをする、小付き合いをする、くるくる回るゲームですね。小付き合いして、え、どういうこと、どういうこと、え、どういうこと、ちょっと待ってください。小付き合いをする、その後はお互い肩を両手、両手にかけ、くるくると回る、わーっとお互いの肩にくるくると回り、両手をかけくるくると回り、どっちだってやる、ザタッチゲームです。これこれは絶対ダメだよ、やったら痴漢だって言ってくるくるって、どうでしょう、痴漢だって言って、うん、なんかちょっとみたいな感じでどん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 して、やってで二人で肩持ってぐるぐるぐるって回って、どっちだってやるでしょ、で同じ服装履いてるからどっちかわからないでしょ、うん、みたいな、アホかや。アホかよ。面白いと思いますけどね。いや、面白いとかじゃないよお前。ダメか、わかるわそんなの。なんでよ、面白いと思ったんだけどな。次次次、もっといいのあるでしょ。はい、次いきます、うん、写真撮らせてくださいと知らない人に話しかけ、ポージングを、うん、指定した後にインカメで自撮りして、かっこよく、あ、かっこよくと言わと撮れましたと言わせる罰ゲーム。かっこよくとかかわいいとか撮れましたって言わせるゲーム。ああ、
はいはい、あんまり意味が分からなかったんだけど、ごめんなさい、この、 あの文章がおかしいですよ文章のせいにしないで、写真を撮らせてくださいと知らない人に話しかけ、ポージングをしていた後にインカメで自撮りして、かっこよく撮れましたと見せる罰ゲームこれあの一番ちょっとあの立ち悪いですよ、あのこれは多分コータとかに合ってると思う、ああ一番合ってますね、これコータとかが合ってると思う、コータ合ってますね、あいつにやらした方がいい絶対じゃあこれはやりましょうね、はい、じゃあ次いきます、マックのドライブスルーで、はいはい、ガタンゴトーンガタンゴトーンと叫びながら電車ごっこで注文する罰ゲーム怒られるよねえ、怒られるよ、俺自転車でさドライブスルーマックやったことあるけどさ、うん、怒られたからダメですか、怒られるよこれ、じゃあもう分かった、これは大丈夫、あ大丈夫、モノレールやカフェで読書してる人にそれ猫飼いたい、あそれ書いたの俺なんですよどういう怖い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 、これ中地だじゃあ中地が言ったら余計変態感増すな、これそうだね確かに、うん、中地しかも又吉に似てるから火花を呼んでる人やったら確かに髪型ちょっとね、そうそうそう、なんか長くしてなんかモサモサみたいな、中地似てる又吉さん、又吉さん似てる似てる似てる、ね、めっちゃ、うん、じゃあ次行きましょう、はいはいはい、スタバやカフェでマスターカフェインと注文するどういうことよ、わかんないこれわかんない、イカれすぎだろじゃあもっとなんかマシなのないの、なんかあこれこれ、じゃ俺に合ったやつないの、なんか俺がちょっとなんかやりそうな、カイリーがやりそうなのは、うん、ちょっといいの、交番に落とし物ですとうまい棒を届けるあこれやってますね俺これ、うん、これやってます、あ俺こういうイメージなの、うん、うん、嘘、じゃあもう一個か、じゃあカイリーも、うん、もう一つ、はいはい、もう一つね、もう一つね、うん、マンホールに向かってお母さんもう分かったから聞いてと大声で叫ぶあーそれならやるかもあれダメ、あのダメ、うん、あの一応やるかも、国際通りでやってもらえる、国際通りでやるの、うん、帰りどうせ人がいない中で叫ぼうって思ってるじゃあそういうことじゃん、一応ちゃんと大通りではやろうと思ってる、やるならそうですか、うん、っていう感じのねあの罰ゲームですよこれ、今言ってるからちょっと面白いかわからないけど、これね実際にやったらハラハラすると、いやあのハラハラどころの話じゃない、でも面白いと思う、一応で俺でも俺個人的にやりたいのがあって、うん、その俺もそのツイッターアカウントで見たことあるんだけど、はいはいはい、なんだろう、俺が一応やりたいと思ったのは、うん、なんか一回このちょっと鼻歌歌いながら、うん、このなんだったっけ、コンビニのレジに行って、はいはい、買って行って、うん、でその後数秒後にめっちゃダッシュで走って行って中に入って、はいはいはい、その店員に、うん、おいここに俺が来なかったかっつって、うん、あ来ましたよみたいになる、そしたら、うん、バッどこ行った、あ出て行きましたっつったら、バッカ野郎そいつがルパンだって言って出て行くっていう面白いな、帰り俺も一つ言っていい、 あいいカップルがいるさ、うん、そしたらいきなりパパママ未来の僕だよって言うっていう言ってみたいんじゃあめっちゃいいそれ、楽しい、そういうのやってきたんだよ僕、うん、めっちゃ楽しい、めっちゃいい、これちょっと反省点言っていいですか、うん、僕たちですね KY チャンネルのこのあれで、はいはい、ちょっとあるコンビニでですね、うん、温めどこまで行けるかみたいな、あーやったね確かに、で冷やあー言ったと思う、危ないよまあ一応一個だけね、うん、ちょっと面白いのを量とレンジにチンしたところですね、はいはいはい、チンするって言っていろんなコンビニ回ったところ、はいはい、ちょっとキレられたっていう怒られた、可愛い女の人だったから、可愛いめっちゃよ、可愛い女の人だったっけ、はいはい、でとかなんかちょっとね愛想笑いしていい感じで終わるかなと思ったら、はいはい、何ですか撮影ですかやめてくださいって言われて、うん、深く気づいて1時間ちょっと動画回せなくて、はい、両方 の, ちょっとメンタルがメンタルを温めた後に、はいはい、もう一回見たら分かると思うんですけど、はいはい、俺4回ぐらいチャレンジしてるわけ、あ、はいはいはい、まあまあもう言うんですけど卵をね言っちゃったよ、もうもう言っちゃったんですけど、うん、この卵をいろんなところ回ってですね、はいはいはい、なかなかですよ、うん、なかなか、うん、でもう気づいたら卵ね、うん、45個ぐらい持ってましたこの買わんで置けばよかったじゃん、いやいやいや悪いってそこまでしたら買わないとできないって変なところでねこの優しさが、うん、働いちゃって、しかも俺ガムとかも買ったから卵だけじゃ悪いか
一応なんか適当にメントスとかあの、はいはいはい、すいませんってでも、はいはい、みんないいのがちょっと喋ってあのそうなんですよ、まあまあまあ、で喋った後にも仲良くなって帰るっていう、はいはいはい、最近ちょっと仲良くなったっていう、はいはい、ああそうなんだ行きつけです最近ちょっと仲良く、まあ、それなら良かったんじゃないですか、行きつけです、はい、はいはい、っていうことですよ、はい、まあこんな感じでね今後やっていけたらいいかなって思います、はい、あ行きつけ女の人じゃない男の人、うん、それあのまだ、うん、分かった分かった、すごい大丈夫だ、はい、うん、っていう感じで、そうですね、以上です、はい、こんな企画もありますよ、皆さんぜひですね、罰ゲームあの公式委員会っていうツイッターを見たら、はい、いろんな罰ゲームが載ってるんで、はい、よかったらぜひ試してください、見てください、はい、ありがとうございます、というわけで以上 YouTuber への道でした、はーい、はい、じゃあ曲の方行ってみましょうか、行きましょう、曲は何でしょうか、リョートさん、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、わかりました、はい、フラワーカンパニーズで深夜高速です、どうぞ、どうぞ、俺このフラワーカンパニーズめっちゃハマってるんだよな、はいはい、あ、ちょっと今日オープニングトークでやること忘れちゃったのかって、はいはいはい俺前回の放送で、はい、1回は怖い話を1話最初に読むっていう、あこれからやろうっていう話をしてたんで、じゃあちょっと今日もやりますか、怖い話をフリートークのがこの後ある時間取ってるんで、そこでちょっと読みたいと思います、あ時間取ってるんだ、あそういうことですね、あ違う違う、あのいつもはこのいつもはオープニングトークでやるんだけど、はいはい、ちょっと今フリートーク次時間ちょっと取ってるんで、わかりました、そこで読んでいきたいと思います、じゃあ俺の三里高校の席の話していい、はい、だからあの三里高校今日行ったんですけど、普通ならあの俺たち自分たち芸人さんがちょっと面白い子見つけたりするんですけど、わざわざメールが来て三里、僕もやりたいですって言って、でこの子たちやってくれて、であのもう帰ろうとしたら女の子がすいません私もやりたいですって言って、女の子もダンスやってくれて、次また男の子来て僕もや聞いてる、あちょっと俺怖い話先生教えて言いそうないで、じゃあ僕はあのカメラに向かって、ね、カメラに向けてみんなに向けて話して、あのだからですね、本当にまあ前原高校もめっちゃ俺楽しかったっす、前原高校も最近行ったんですけど、前原高校の時もね本当になんか僕の母校も行ったんですけど、みんな温かい、沖縄って最高じゃん、うん、みんな可愛い子多いし、本当にそこが一番のあれですね、夜の一番楽しかったところですね、本当に面白かったですね、終わっちゃいました、どうしましょう続けてどうにか、何かだから、本当にぜひぜひですね、高校を回ってほしいって方はぜひぜひ与党でもいいですし、フレッシュお笑い選手権大会っていうツイッターのね、あるので、あとフレッシュお笑い選手権大会ですね、今芸人で出てくる募集してます、参加したい人ぜひぜひ、何日までだったか、火曜日までです、来週の、あ火曜日だったかな、はい、忘れた、もう一回確認してみてください、よろしくお願いしますっていうことで、今回フレッシュお笑い選手権のこの前田ロマンシアさんがね出てくれますので、ぜひぜひすでにあー分かっちゃったもん、そうですね、りょうとおびえるの得意なんですよ、今日もてかちょっと言いたいんですけど、女の子と喋るときってキャンさんちょっと緊張しますよ、あ僕はもうそういうタイプです、あー僕と同じでよかった、震えますよね声、声が震えるっていうか何言ったらいいんだろう、あー分かります、僕もよく言いますね、パンツの色何って本当にボタれたのかな、ね、本当に それぐらい俺それぐらいちょっと本当に難しいので、やっぱそうです、あじゃあキャンさんが今一緒に喋ってるんですけど、僕らの仲間なので仲間ですからね、キャンさん、そうですね、キャンさんがタイプな女性はどんな方ですか、あんまり自分でこだわりはないんですけど、はい、意識したのは自分声フェチだなって、ああ声フェチ、アニメ声が好きですか、なんかアニメ、まあそんな感じの声が、ああわかる、一応そうですよね、今細い子が好きだったんですけど、はい、ぽっちゃりの子でそういう声してる子に出会った時にすごいドキッとあ、ギャップなんですかね、いけるかも
あ、めっちゃわかりますそれ。今までないと思ってたのに、全然ありじゃないか。声っていいっすよね。一応目つぶったらなんとかなりますしね。そうですね。なんかあった時。そうですね。キャンさんはあのどこまでが OK ですか。年上っていうかこの年齢差。年齢差。あ、上だったら5、6歳ぐらいかな。はい、あ、自分の年齢からだとやっぱり相手待たせるの悪いので。そうっすよね。はい、あ、リョウト何歳なんだろうな。リョウトは、あ、僕はあの今20歳もう少しなんですけど、はい、28。あ、でも28ぐらいの女性ってセクシーですか。いいっすよね。じゃあ下だったらどっちがいいですか。下だったら、10を離れたらちょっとあれかな。さすがに話が合わないかもしれない。確かに、あ、わかります、めっちゃ。あー、そっか。まあでもいいって言ってくれるならいいですけどね。じゃあ CM 開けますね。はい、お願いします。デコカイリです。ボコリョウトです。デコボコトラベリングのビッグスモール。はい、 CM 開けました。デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしています。はい、あのちょっと KY デンジャラスの中地からちょリプが来てましコメントが来てまして、あの僕の話をしていたと報告とともにコブ内の写真が送られてきたんですが、お二人は何か心当たりはありますかという。なんでコブ内送られてきたの。ちょっとわからないな。あの、はい、あのちょっとごめんなさい、あの、ね、僕たち理解できないので、あの話を。そうですね。あと中地に言いたいのが、はい、だからこれをそう、これ あげませんので、うん、僕たちこれ全然わかりません。わ、うん、かりません。本当にコブダイの話は今日やってないので、はい、コブダイの話知らないです。はい、はい、というわけでじゃあ次の話に移りましょう。はい、あのですね、あの僕たちね、あの先週あのオープニングトークで言ったんですけど、はいはい、あの一つだけね、必ず怖い話をオープニングトークで話そうっていうのを今日忘れてたんで、はい、今ここのフリートークの時間でちょっと行きたいと思います。 お願いします。怖い話ですね。はい、これの題名が何だったっけな、ドアを叩くものということで、はい、では読んでいきたいと思います。はい、お願いします。無職で暇なので前の会社での経験談を投下してみる。一昨年の冬のこと、俺は管理系の部署で設備担当をしていたんで、ちょっとした内装の工事の立ち会いで事務所に日曜出勤していた。朝から始まった工事が終わったのは夜の8時半ぐらい。冬だったんで外は結構暗かったな。業者が後片付けをして帰り、さて俺も帰ろうと戸締まりの準備を始めた。事務所は賃貸で某警備会社の警備機器がついていた。警報装置をセットすると事務所内のモーションセンサーが作動し、人間が動いたりすると警報が鳴るシステム。残業で帰れなくなった若手社員が会社に泊まった時、他の部の社員が気づかずに警報をセットしちゃって、翌朝若手社員がむっくり起きた瞬間に警報が発砲。駆けつけた警備員に囲まれたこともあった。俺は事務所の電気を消し、2カ所ある出入り口の非常階段のドアを中から鍵をかけ、事務所の反対側のドアを出て、ドアの横にある端末に警報器のキーカードを差し込んだ。その時ドバーン、鉄製のドアが内側から叩かれた。平手でビターンと叩いたような音。ドアが揺れるほどのすごい力だった。俺は死ぬほど驚いて、うわ誰かいたのかよ、やばかったなと思ったが、よく考えると日曜の夜だし、俺が事務所にいたが俺以外に出勤してるやつなんていなかった。なんだか訳が分からなかったが、ドアを細めに開けて中を伺った。真っ暗だが人のいる気配はない。少々パニクりつつもドアを閉めた瞬間、またバーンバーンと何かがドアを内側から叩き出す。叩くペースがバン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 と上がってくる。そのうちドアハンドルが内側からガチャ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 と動かされ始める。その間もドアはものすごい勢いで叩きまくられている。俺はもうやばい以外に考えられず、警備端末からカードを引き抜いた。これでドアに鍵がかかり、警報装置が作動する。ハンドルはガチャガチャ、ドアはバンバン叩かれガタガタ揺れている。俺は泣きそうになりながら必死でドアを押さえていた。一方警備装置からは
間もなく機械警備を開始しますという間抜けなアナウンスが流れる。ドアを押さえていた手に電気式の鍵がかかる。ガチンという感触が伝わった。俺はガタガタ動いているドアから離れると反響欄で階段から逃げた。ドアを叩く音はまだ聞こえていた。1階まで階段を駆け下りて半泣きで管理事務所の警備員おじさんに事実を話し、一緒に事務所に行ってもらった。もう音はしない。5階についてみるとさっきのドアは大きく開け放たれていた。両開きのドアが両方とも開いたままになっている。電気状のボルトがひん曲がっていた。警備端末を見ると作動したままなんだがモーションセンサーの反応を示す赤いランプがついていない。あれだけ中から激しく叩かれていたのに。なんだかわからないまま警備員さんに中入ってみましょうかと言われ事務所に入って照明のスイッチを入れた。照明に照らされたドアの内側には人が叩いたような手形の跡がびっしり光っていた。結局警備員のおじさんにも何が起きたかは分からずじまい。俺は帰宅したが一晩中電気つけっぱで朝まで眠れなかった。そのビルは因縁があるような古い建物でもなく幽霊の話はそれまで聞いたこともなかった。ドアから出てったものが何だったのか未だに分からない。なるほど。はい、ということでこの読んでいきました。このねドアを叩くもの。さあ今日もデコボコトラウマナイトラジオをやっております。はい、はい、ラジオデコボコトラウマナイト、はい、夏の期間限定の怖い話を今日もお伝えしました。お伝えしていきました。はい、ということでね、はい、ね、会社のドア内側から叩くような音が聞こえたということで。沖縄結構こういうことあると思うね。まあ確かにね、これもね、そうそうそう、もう本当になんかなんていうのか、なんか本当に盛り上がる怖い部分とかはなかったけど、うん、怖いよね。逆にね、リアリティがあって怖いというか、幽霊見るよりちょっと怖くない？まあ確かにね、手形があるだけでもそうね。実際にそれを見るんじゃなくてただただ内側から叩かれてるっていうことと、うん、まあ、そのドアがもう開いた状態になってて、そうそうそう、怖いな。で電気つけてみるともう内側のねところにびっしり手形っていう。すごいですね。いや怖いわ。怖いですよ、本当に。皆さんもねこういうことがあったらもう本当に気をつけてください、はい、ということで。よろしくお願いします。はい、じゃあ気分の方ね。はい。今これ話すべきではなかったかもしれない。この後に、ね、帰りの恋愛相談がちょっとどんどん短くなってきてますよ。ね、まあとりあえずじゃあちゃちゃっと行きましょうか。はい、お願いします。続いてのコーナーです。帰りの恋愛相談教室。はい、このコーナーは恋愛経験豊富な帰りがさまざまな恋愛相談を解決していくコーナーですということでね。はい、じゃあ今日もですね、はい、早めに行っていきましょうか。もうちゃちゃっと解決していきましょう。さあ今日、ね、今日も DM が届いていますのでメッセージを読んでいきたいと思います。はい、お願いします。バイト先の好きな人をデートに誘い…はい、はいはい、もう行きます。はい、はい、パパッと行きましょうね。はい、はい、バイト先の好きな人をデートに誘いたくて、はい、う上手に誘い方を教えてほしいです。はいはい、上手な誘い方を教えてほしいです。お互い大学生で前の本の話をしてて、はいはい、その本が映画化されたので、その映画に誘いたいと思っています。はいはい、好きな子としばらく会えないので、直接会って誘うのは無理なので、LINE で誘いたいと思っています。自分は男ですっていうことです。ああ、じゃあね、もうこれ簡単だよ。何ですか？これはだってもうお互い好きなものが分かってるから。そうですね、こういうのってめっちゃ楽なんだよ。で、これいいです。何々さんこんにちはみたいな、うん、あ久しぶりみたいな LINE に軽くさ送って、はいはいはい、でなんか前話した何々って本あるじゃんみたいな、うん、あーあるねみたいなあるじゃん、それ実はなんか映画化されるらしいよっつって、そうなんだっていう反応でもあるいいし、あ、うん、分かるよそれっていう反応でもいいし、そっからまず話を盛り上げてね、そうだね、映画とかどんな感じなのかなって。でも絶対に、ね、面白いと思う。
テンション絶対そのだから映画あ、うん、こういう内容かなあここキャストこうかもねっていう話でどんどん盛り上がるわけ絶対あとねなんかほんとやっぱ違かったねとかねなるかもしれないしね、うん、そうそうあ内容の話じゃなくて誘い方の話なんだけど今さあ終わった後よ終わった後の話は終わった後でいいわけ、うん、そうなの、うん、だから誘う時にだからそのこういう本が実写化されるらしいよ って、うん、あそういえば前その話したねってなるじゃんなるほどでえあこの配役は誰々が良かったんじゃないみたいな、はいはいはい、でもこの配役は誰々も良かったかもねみたいな話でもう盛り上がるさその話だけで絶対これいいですねで盛り上がった時にじゃあ2人で見に行ってみようかって誘うわけよいいねだからお互いに好きなものが被ってる時ってそういうのが楽だから、うん、めちゃくちゃいいだから俺ずっと情報戦が大事って言ってたじゃんそうですねそういうことだわけこれはもう分かってますから、うん、だから大丈夫その話で盛り上げてから誘ったら確率上がるんではいぜひ行ってみて行きましょうね。行きましょう。こんばんは。こんばんは。実は好きな女性がそっけなくなったみたいです。はいはいはい。冷たいし、もしかしたら自分が気に障ることをしたかもしれないけど、本人に聞く勇気がいります。はい。第三者に女性の人に聞いてみるのがいいでしょうか。あ第三者の、はいはい、第三者の女性に聞くか。はいどうかした方がいいのかなってことね、うん、どうしたあでも一応その女性にそっけなくされる原因として一応最初に考えられるのは多分あの相手側がその今の質問してる人の気持ちに気づいちゃったパターンっていうかどういうことですか例えばさ俺もそうなんだけど相手がめっちゃ好意持ってるって気づいた場合ってちょっと気まずくならだ相手側が、ね、あ、ね、俺のこと好きだなとかって気づいたらちょっと気まずくならない確かにそうだ、ね、たとえそれ相手に対して自分が好意持ってたとしても、うん、やっぱ多少はちょっとなんか気持ち的な問題で、うん、あの気まずくなることがあるわけよだからそういうところがもしかしたら働いちゃったんじゃないかなって思っちゃうねあなるほどね、うん、なんかまあ自分では悟られてないつもりでも相手は結構悟ってることが多いから、うん そういうところかもしれないんでそこはもうねだからもうそれが一気に振り切れるぐらいのもうアタックの仕方をし、ね、ここのこれを機にやっちゃってもいいのかなって思ったりはしましたぜひぜひじゃあその次のやりましょうねはい行きましょう私のこと好きじゃないのにボディタッチしてくる女性がたまにいますはいはいはいあれは何ですか、うん、俺もわからんあれそれは俺もわからんよあ女性なのね、うん、俺はわからんよわからんよそれだって俺もだってさだから手つないだりしてさ、うん、その後俺も告れるあもういけるわと思って告白して振られてるしさどういうことそれ女性 ねちょっと答えて本当にふるるるっちゃうんですよねはいやめろやめろやめろやめないですね、うん、ダメだよ言っちゃうはい言っちゃダメですねもう本当に俺もそこはもうわからんこれは俺もわからないわからんもん男の多分永遠の謎だと思うこれそうだね、うん、もう俺むしろこれを論文に書いて提出してもいいと思ってるもん大学でぜひぜひね俺も見たいですそれどういう感じなのか本当に女性が何も意識しないで男性にボディタッチする、うん、もうこれはねそうなんだよこれ犯罪にはならないんですかねこれ憲法でどうにかなりませんかね、うん、ある意味あれだよ行ってみたらもう、うん、何なんていうの痴漢と一緒だよこれそうだよね、うん、もう痴漢だこれむしろ女だったらいいのかっつう話ですよねそうで女だったらいいのかっつう話でしょはい今聞いてる沖縄県警の方カイリーが言ってましたのでぜひぜひ俺のせいにすんのもうお前今言ってたよな自分でもななあ今日は YouTube 乗らないからそうだ大丈夫言っちゃえ今だけだ大丈夫全然ねえだからもう女性の皆さん、ね、本当に男性傷つけることになるんで気をつけてください本当にそしてですね本当にセックスやるつもりがなかったら触らないでくださいあすごいすごいですねあそしてあと一個いいですかはいはいある男性からですね、はいはい、だから僕の DM からしょっちゅうコブダイの画像が送られてくると、はいはい、あれは本当に心当たりないですかコブダイさんからいただきましたけど、はいはい、どうですかねですね、うん、それは受け入れてくださいもんそうです、うん、なんでだろうねあなたがコブダイなんですなんかどういうことあなたがコブダイなんですか中ちゃんもうね、うん、もう可愛いですから、はい、もうなんかコブダイとしてこれから生きていってください、はい、っていう感じですねはいまあそんな感じでねはい今日も
いや今日はちゃちゃっと解決していっちゃったんですけども、はい、いっちゃったいですね、いっちゃったいですね。またね、来週も受け付けてますの で、じゃんじゃん送ってください、お願いします。以上、カイリの恋愛相談教室でした。ありがとうございました。はい、それではエンディングです。ありがとうございました。はーい。はい、あれ、ですね。じゃあちょっとメッセージの方が来てるので読んでいきたいと思います。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。明後日から夏休みです、うん。夏休みの国語の課題でニュースを見て意見を書こうというのがあるのですが、うん、どんなのを書けばいいかわからないんですよ。何かアイデアありますか？お笑い大好き高校生ということでね。最近ね、YouTube を始めたあの船越洋一郎のやめれの、あの感想文で、ね、ヨート、ヨート、はいはいはい、お前、はい、高校生が意見部にバイアグラとかかんだろ。言うな、バイアグラまでいいんじゃないぞお前。ニュースにバイアグラ、松井ボーイ、やめれヨート、今日の俺ヨート。よくないよそれ。やめてください、こういうのはやめてください。ちゃんと政治とかね、いろいろある、沖縄の問題とかいろんなのありますからね。書きやすいのだったら、そうそうそう、スポーツとかね。ああ、いいですね、あとなんか芸能のニュースとか。そうです、芸能のニュース、いや、船越洋一郎のですね、バイアグラって。おらしらおらしらおらしら、よくないよくない、本当に。はい、っていうことですね、あと1分。はい、皆さん、あのちゃんとね、はい、いい夏休みをということ で、そうですね、いろんなあの政治とかいろんなスポーツとかのも書いてください、はい、バイアグラとか絶対書かないでください、書かないでください、まだ早いですから。そして告知ですね、はい、今週の土曜日に、コザお笑い劇場というものがいいよ、沖縄市のあの、うん、アシビナーであの19時開演かな、うん、19時ですね、ぐらいなのであるので、チケット欲しい方はぜひね、僕たちにDM の方送ってください。よろしくね。はい、というわけでね、もう時間も来ますので、はいはい、じゃあそれでは来週もまたお聞きください。お相手はデコボコトラベリングの帰りとギョートでお送りしました。風邪ひかないでよ、バイバイ、バイバイ。はい、ということで読んでいきましたけど、まあどうでしたか。どうでしたか。もう、ね、あの今日も早いです、時間が過ぎるのが。ですね、もう終わっちゃいますからね。もうこういう話はね、ちゃんと頭のオープニングトークでやった方がいいね。そうですね、恋愛相談がちょっとなんかあのテンション低い状態で始まっちゃうから。そうですね、やっぱあれですよ、本当に楽しいですからね。そうなんです。はい、今日もお疲れ様、かとねこさんお疲れ様でした。スクリームさんお疲れ様でした。カコちゃんもね、カコちゃんお疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。ということでですね、もうはい、あの私事なんですけど、おお、どうしましたか。今日やっとツイッターのフォロワーが1000人超えました。はい、ありがとうございます。で、明日消すってことなんですね。消さないよ、消さないですか、消さないよ。1000人です、いいですね、やっとね、すごいです、1000人やっと4桁本当にありがとうございます。もうありがとうございます。花火が上がってますよ。この KOA ちゃんのメンバーに比べたらまだまだ少ないですけども、全然もうありがとうございます。皆さんいつもありがとうございます、はい、本当にすごいですね。はい、ね、特に面白いツイートもないんですけどもね、情報発信はいろいろしていますので、はい、やってますので、よろしくお願いします、はい。まあ、近々じゃあね、なんか面白い動画あげようかな。1000人達成したし、あの乳首と思ったチンコみたいな動画を どういうことよ。はい、俺もじゃあちょっとあの夏にちなんで体張った企画やります。いいですね、お疲れ様でした。花火火つけて食べてみたとかこれも犯罪に影響しないか心配ですけどもね。はい、ということで個人的にはあのケツの穴にあのクラッカーを刺してみたって絶対無理だろですけど、ダメですか。ケツ、俺うんこできなくなるよ多分。やめましょう、口からうんこすらそうで。あ、ちょっとやめてください。なんかね、じゃあとりあえずフォロワー1000人超えたということで、いいですね、なんかちょっとあの体を張った企画をやろうかなーって。いいですね、体張った企画。あ、やべえ、1001人になってる、1000人ちょうどなってる。おっ、1000人ちょうどですよ、すごい。はい、見えるかな、見えてる。1000人ですね、もうやっとね、すごいですよ、1000人超えて。俺のマッチフォロー解除したやつブロックしよう。来てくれたんだから。
タカナツピラちゃん、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、そういえばですね、告知ちょっとしていいですか。この後ですね、スプリームさんが言う通りですね、この後サブチャンネルがですね、また次は KY デンジャラス、コータとか、ナカッチ、ヘンジャン、リョートとか、僕とカイリーとかでですね、また生放送をやってます。はい、 YouTube でやりますので、ぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、今日はね、俺今からまたレポートをしに行かないといけないんで出れないんですけども。そうですね、はい、あ、そうなんだ、そうですねって言っちゃったよ。俺今日今からまた、ちょっともうね、みんな集まってるんで、レポートするって言って。あ、リョートも行っていい？なんで？リョートと中地一回行っていい？なんで、絶対ダメ。お願い。絶対やだ。お願い。絶対やだ。お願い。絶対やだ。お願い。なんでよ。俺も交流したいよ。みんなって言っても俺と。俺も交流したいんだよ。俺と陽介だから。やめてきます。なんでよ。いいよ、陽介でもいいからやりたい。なんでよ。中地は絶対ダメ。なんでよ、いいさ。絶対嫌だよ。なんでよ。じゃあね、あと40秒ぐらい。リョット、今日抜かないの？あ、よく抜けないのか。あ、でも帰り、俺抜けた。抜けないんだ。あ、いや、抜けないんだ、リョット。じゃあ、いや、俺が…待って、待って、俺が抜くから、俺が抜くから、待って待って待って、放送事故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 。じゃあ、俺がチンコ抜くよ。やめろ。いいよ、俺が抜くよ。俺が抜く。まだ終わってないの。ね、待って待って。終わった。